フェラーリは2008年10月パリモーターショーでフェラーリカリフォルニアをデビューさせた。これはフェラーリの市販車としては初の V8 エンジン搭載の FR 車であり、オープンツーシーターではあるが、同社初となるリトラクタブル式ハードトップを採用しているため、クーペとして使うことも可能である。フロントミッドに縦置き搭載されるエンジンは新開発の直噴仕様 4.3 リットル V 型8気筒で、最高出力は460馬力、加速は F430 と同等である。シャシーはおなじみのアルミスペースフレームだが、リアにはフェラーリ初のマルチリンクサスペンションを採用。またブレーキにはカーボンセラミックディスクが標準で装備される。ピニンファリーナがデザインしたオールアルミ製のボディは1950から60年代に作られた 250GT カリフォルニアスパイダーを彷彿とさせる美しさ。またインテリアは豪華でありながら実用性も追求している。フェラーリカリフォルニアは日常使いにも対応する高品質のスポーツカーとして、フェラーリの新境地を開拓するモデルとなった。